はい、皆さんこんばんは。今日はですね、新しい生態の到着になります。今回はね、久しぶりに、音声後入れということで、撮影しました。はい、久しぶりのね、生態を購入したということで、ちょっとドキドキワクワクしております。まずね、この瞬間がやっぱたまりませんよね。ドキドキワクワク、反面死んでたらどうしようっていうね、ドキドキ感はありますね。はい、生態はね、2匹、購入しました。はい、早速ですね、水合わせというか、まず温度合わせですねということで、袋のまま、水槽に、この状態でね、大体、1時間から1時間半ぐらいね、置いておきました。この、左側のスペースね、隔離してると思うんですけど、そちらの方にね、今回入れていこうかなと思っております。はい、このスペースですね。なぜこういうことをするのかと言いますと、ご存知の通り、後ろにね、ちょっとちらっと映ってるんですけど、エンドリケリーがね、いるんですよね。エンドリケリーとちょっと体の大きさが違いすぎるということで隔離しました。はい、ここでね、ついにね、中を出していきます。このあとね、今度水合わせという感じで、発泡スチロールの中でね、水合わせね、水槽の中の水を少しずつ入れて、水槽の水にね、慣れてもらおうかなというふうに思っております。はい、こういった感じでね、やっぱプロの方は素晴らしいですね。もう空気ね、酸素が抜けないようにがっちり縛ってくれておりますね。で、袋の方もね、二重になっておりました。はい、ここでね、ちょっとね、時間かかっちゃったんですけど、やっとね、もうすぐ多分取れると思います。はい、出ましたね。はい、今回購入したのはね、ポリプテルスビキールです。ビキールビキールですかね。はい、ね、温度合わせと水合わせ終わったということで、早速ね、水槽の中に導入しました。大きさはね、そうですね、12センチから15センチというところでしょうか。1匹ね、大きいで、もう1匹がね、ちょっと小柄かなっていう感じでした。はい、まあ、初めてね、ビキールビキールを購入したんですけど、やっぱね、エンドリケリーとは全然形といいね、やっぱ顔つきがね、違いましたね。まあ、なんといってもね、一番違うのはね、模様でしたね。はい、早速ね、入れたことに気づいた嫁が、じっと見ております。ここでね、名前何にしようっていう風に考えてましたね。はい、今回はここまでです。ありがとうございました。